勝負だな。キリト、大丈夫？残り。切れたのか。これならどうだ。このくらいなら大丈夫だな。頑張って。よーキーボー、ちょうどいいところに来たな。アルゴか。待ち構えていたように見えたのは俺だけか。ああ、キーボーだけだろ。即答か。というか、アルゴから話しかけてくるなんて珍しいな。今日は予定がないのか？いや、今からクエストの検証に行くところなんだ。へえ、スバルト・アルグヘイム版クエスト攻略本の作成は順調なのか。シャムロックがそこら中のクエを総なめにしちまってるからな。キーボーからもらった情報を合わせてもそこそこってところだよ。そんなことより、今から挑戦するクエストに付き合ってくれないか？アルゴが俺に頼み事なんて怪しくないか？何のことだろうな。お姉さんが困ってたら助けてくれるのは当然じゃないのか？いや、何のことだろうな。真似するなよ。つい。しかし残念だな。今から挑戦するクエは結構報酬がいいのにな。何？手伝ってくれたら折半してやろうと思ってたけど、そんなにやりたくないんなら強要はできないな。怪しい、すごく怪しい。だけど報酬を折半っていうのはアルゴのことだからちゃんと守るだろう。ここでアルゴに恩を売っておくのも悪くない。よし、ここは乗ってみるか。わかった、そのクエストを手伝うよ。さすがキーボー、話がわかるじゃないか。そうと決まれば早速挑戦しに行くぞ。ああ。これであと一つだな。なんだ、ただのお使いクエストじゃないか。これだったらアルゴ一人でもよかったんじゃないか。そんなことはないぞ。
キーボーがいてくれてすごく助かってるな。やけにしらじらしいんだよな。何か隠してることでもあるのか。なんだよ、疑いの目でこっちを見るなよ。まあいいか、もうすぐクエストは終わりだしな。最後の一つは、あいつだな。あっけなく見つかって拍子抜けだな。さっさと捕獲して町に戻るか。ん？どうしたんだアルガ。ことか。しかし何とかしろって言われても。ストレージにでもぶち込んでおけ。いや、こいつはアイテムじゃないから無理だろ。別に攻撃してくるわけでもないし、このまま抱えてたって何の問題も。いや待てよ、そういうわけか。ああ、そういえばそうだったな。なんだよ、一人で悟ったような顔して。アルゴ、確か犬苦手だったよな。だからこの超簡単なクエストに俺を呼んだのか。やっと納得がいったよ。それならそうと早く言ってくれればいいのに。ついに開き直ったな。まったく、こんなに毛嫌いすることないのにな。お前もそう思うだろ。お前らなんで分かり合ってるんだよ。そうだ、これを機に犬嫌いを克服するっていうのはどうだ。そればっかりは無理だ。俺っちにそんなスキルは備わってないんだからな。そんなこと言うなよ。こんなに可愛いのに嫌いなままなんてもったいないぞ。ほら、手始めにこいつを抱いてあげてくれよ。来るな。やっぱりそいつはこの場で捨ておけ。それじゃあクエストはどうするんだ。言ってることめちゃくちゃだぞ。もうお使いの品は全部揃ったんだ。早くクエを終わらせるぞ。足早すぎだろ。しょうがない、俺たちも帰るか。はあ、キーボーのおかげで散々な目にあったよ。無事にクエストクリアできてよかったじゃないか。これのどこが無事なんだ。寿命が何年か縮まったぞ。しかし残念だったな。俺としてはもうちょっとあの子犬と戯れてもよかったんだけど。あのふさふさの毛並みを心ゆくまで堪能したかったな。やめろ、寒気がするだろ。冗談だよ。しかし俺っちの弱みだけ握られてるのは尺だな。こうなったらキーボーの秘密も暴いてやるしかないな。安心しろ、ゲットした情報はお姉さんの笑いのネタにしかしないからな。ああ。恐ろしい捨て台詞を吐いて去っていったな。冗談だとは思うけど、まあいや、アルゴクラスの情報屋となればやってのけることは可能だ。とにかくこれからは身辺には気をつけなくては。
これでみんな集合かな。よし、それじゃあ砂漠の島の攻略作戦会議始めるぜ。砂漠の島での最終目的はフィールドの大ボスを倒すことでいいよな。ダンジョンがいくつかあったから、その中のどこかにフィールド攻略に関連したアイテムがあるんじゃねえか。私もその可能性が高いと思う。キリトはどう思う？俺も同感だ。どんな強さの敵がいるかわからないし、天衣門近くのダンジョンから攻略するのがいいと思うんだけど。そうだな。それじゃあ準備ができたら近くのダンジョンから探索開始だな。なるほどね。アスナ、私ね、アスナにプレゼントを作ったの。私に？いつもお世話になってるからね。そんなことないよ。でも私のために作ってくれるなんてすごく嬉しいな。ありがとう。どういたしまして。はい、これプレゼント。またこれはすごいな。どう？かわいいでしょ。アスナに似合いそうなのを一生懸命考えたんだ。細かい刺繍にもこだわっててね、結構苦労したんだ。ちょっとキリト君、そんなにまじまじと見ないでよ。ごめん、見事な刺繍だなって感心してたんだよ。アスナ、気に入らないかな？ううん、すっごく可愛いと思うよ。まさか下着を作ってくれるなんて思わなかったからびっくりしたの。そっか、喜んでくれてよかった。そうだ、今つけてみてよ。アスナがその下着をつけてるところを見たいな。でもキリト君いるし。俺外に出てようか。ほら、キリトもこう言ってることだし。外に追い出すなんて悪いよ。じゃあ目の前で着替えようか。絶対覗いちゃダメだよ。ああ、もちろん。それじゃあ決まりね。さあさあ、レッツゴー。うわあ、ちょっと押さないで。アスナはうまくストレアに乗せられたな。よし、それじゃあ装備を全開出しようか。ストレアさん、ちょっと後ろ向いててもらってていい？